本田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はこのメリーフィッシャー895マーリンについております本田の船外機クラフトシップ EF250 について初めにご説明させていただきます。はい、ではよろしくお願いします。こちらが昨年、リニューアルしましたホンダのフラッグシップ250馬力 EF250 の日付けでございます。モデルチェンジ前の250馬力っていうのはシルバー、ホンダのシルバーでありきでデザインされてたものなんですけれども、今回の250馬力は白も、加えるということでデザインされました。これはグランプリホワイトというホンダで言いますと初代の NSX とか S2000 というスポーツカー採用されていた白をデザイナーがこの海の青と空の青を見てこの白がいいということでこの白を採用いたしました。デザインについてなんですけども、この辺も丈夫なようなデザインになっておりまして水が入らない、入りにくいという構造になっております。でエンジンは V6 3.6 リッターレジェンドのエースを、ベースに開発されておりまして、その車で得た信頼性というのがそのまま引き継がれているというのがホンダの売りでございます。 VTEC も搭載されておりまして車ではおなじみの低回転から高回転までトルフルな走りを実現しております。はい、では中よろしいですか。で今回なんですけどもホンダでは初めての電子リモコンを採用しております。でまずエンジンなんですけども、これでエンジンオンになりまして、で左のボタンはこれオールスタートストップって書いてあるんですけども、これを押しますと2機同時にかかりまして、こちらの、ポートスタボってなってるのは片方ずつエンジンがかけられるという構造になっております。で初めてのこの電子リモコンなんですけれどもホンダとしましては、ここにアクティブファーストアイドルと書いてあるんですけれども、これまず押しますとファーストアイドルってシフトが入らずにこうエンジンがかけられるというトンができます。それからアクティブというところなんですけれども、後ろとか上とかにもう、操作したいところがある場合にこう、切り替える際のボタンですね、これビーってやりますとアクティブってなって、それですとこれ今アクティブってここついてるんですけども、これはこっちにありますって言うんです。もう一回押すと別の操作にある場合はそっちに権限が渡るという構造になっております。それからここにトローリングコントロールっていうのがあるんですけれども、これで50回転ずつ回転数を上げてトローリングの釣りなんかを楽しむ場合はここでこれプラスマイナスなんですけれども50回転ずつこう、調整できますというのが売りでございます。それからワンレバーって書いてあるんですけれども、これがワンレバーモードといいまして、これこのままですと1機ずつの操作になるんですけれども、この1本で両方が操作できるというふうな楽に、2本だと重いんで1機で軽く操作したいっていう場合はそれで操作ができるという構造になっております。でそれから、こちらがマルチディスプレイ、こちらも初めてのデジタルメーターなんですけれども、今の状態はこれ、エンジン片方ずつのこれはタコメーターの情報ですねがで見れることになってまして、今この N っていうのはニュートラルになってますという意味ですね。それからこれは使ったガソリンの量ですね、今 174.4 っていうのはリセットしてから 174.4 リッター使ってますというところですね。 で今これがトリムなんですけども、36とか37ぐらいがこれフラットトリムの状態になりまして、ここが一番燃費がよく快適に走れる状態というところでございます。でここはいろいろ自分の見たいモードに瞬間燃費が見たい時ですとか、あとは何ですかね、まあスピードも見れますし、いろんな情報がこの画面一つで見れるというのがホンダの売りになっております。ちょっとじゃあエンジン開けてみましょう。はい、ましょう。はい、じゃあでこれで2つ一緒にかかってる状態です。でこれをもう一回押しますと止まりますと、でこっちだと片方ずつ、これがポート、こっちがスタボーさん、でこれも片方ずつ止めるときはっていう、でこれでもオフです。ホンダのマリンをぜひともどうぞよろしくお願いいたします。
とレイマリンに行ってここのオープニングの画面でちょっとカスタマイズしてみます。それから立ち上がる、これで出しても、でこれが、まあ、こちらの情報がエンジン情報が、あ、確かにピカピカ、エンジンです、いいや、だいぶ生ですね、生の数字、いや、だいぶチカチカするな、チカチカする、あ、このこっち750のままじゃないですか、うん、こっちずっと、うん、あ、だからこれはだから、要するにもう細かく全部、はい、その生データで全部出る、で、6.8 時間で、チルトの位置、これが全部Thank you.